やっとるん？やかな？チャンネル！始まるよ。どうぞ。痛い。It's me. みんな集まれ！教えて高先生のコーナー始まるよ！はい、皆さんこんにちは。高先生の宮川です。よろしくお願いします。はい、どんどん増えていってますね、こちらの商品ね。まあ今日第3弾なんですけど、何するかはもうご存知の通り、ここには書いてありますがあります。そうです、こちらのペヤング、はい、第3弾です。はい、でまあ今日ぐらいでね、ちょっとやっていければなと思うんですけど、まだまだちょっと種類があるんで、はい、まああと1回か今日入れて、まああと2回かなと思いますんで、お付き合いください。よろしくお願いします。でちなみに皆さん、食べたことないやつとかこんなんあったんだっていうのね、多分あると思いますんで、まあそういうのもまだまだ出てきますんで、楽しみにしておいてください。はい、でわ、まあ第3弾ね、続きからいきたいと思います。はい、で次ですね、まあ今日一発目は背脂マックス焼きそば、ちょっと巻き舌になりましたけど、はい、背脂ね、そうですね、関東の方に行くとですね、二郎系ラーメンとかあるんですけど、背脂増しましたもんね、野菜増しましたか、あの背脂ですね、ギットギトのやつです。はい、これマックスなんで、かなりギットギトの焼きそばだと思います。はい、次がですね、ペペロンチーノ風焼きそば、もうスパゲティじゃんと思う、そんな感じになるんですけど、まあ、どこかで焼きそばの要素をまあぶち込んでるんだと思うんですが、はい、こういうペペロンチーノ風焼きそばとかもあります。はい、で次がですね、スーラーマックス焼きそば、ちょっと今日ノリノリなんで巻き舌多いんですけど、はい、スーラータンメンですね、ちょっと酸っぱい感じの、はい、あれを焼きそばにしたっていうね、はい、スーラー風焼きそばっていうのもありますし、あとですね、鉄分マックス焼きそば、健康的ですね、貧血の方はぜひ食べてもらえればなと思うんですけど、売ってないですね多分。はい、でこちらもね、鉄分ってどういう鉄分が入ってるかわからないんですけど、まあ健康志向の人にはいいのかな、うん、まあけど取りすぎは良くないんで、まあこういうのもあります。はい、あとはね、ヌードル系とかもね、ペヤングヌードルとか、はい、とかあとペヤングヌードルシーフードとかね、まあここら辺も出してきてたりとかもしますし、あとはね、ピリ辛野菜炒め風焼きそばっていうのもあります。野菜炒め風、何の味、うん、不思議ですよね。でも、まあ、こういう際どいとこついてくるんですよね、ペヤングって。なのでこっちがちょっとこう味を想像してしまうっていうか、まあ、想像できない、したいけど、でそういうところを攻めてくるんで、これもねちょっとね、食べたことある方はちょっと情報をいただければなと、ちょっと僕的には想像できないんで、はい、どういうのかなっていうのをちょっと実際食べてみたかったなっていうのがあるんで、はい、ぜひ知ってる方いらっしゃったら教えてください。でまあ、ここまで行くとですね、地域限定もちょっとあるんじゃないのかなという、はい、僕の中ではまあこうイメージですけど、地域限定とかね、関東限定の焼きそばとかもなんかありそうな感じがしますんで、ぜひね、ここに紹介され、まあ、今まで紹介してきた中とか、今から紹介する中でなかったよとかいうのもね、あれば、ちょっとぜひ情報をお寄せください。はい。あとはですね、ジンジャーヌードルとかね、あと中華風焼きそばとかいうのもありますし、あと、まあ、ヌードル味噌、これはもうヌードル、シーフード、ヌードルと同じ系列になりますね。で、中華風焼きそばも、どうなるのかな、想像しづらい、なんですけど、まあ、そういうのもありますんで、はい、であとはですね、はい、ホイコーロー風焼きそばっていうのもありますね、はい、ホイコーロー中華多いですね、そういえば、うん、まあ、スーラーマックス焼きそばとか、まあ、今中華風焼きそばとかホイコーロー焼きそばとか言いましたし、あと餃子焼きそばとかもそうですしね、チャーハン風焼きそばとかいうのもそうですよね。はい、結構中華系と、まあ、コラボレーションというか合わせやすいのかもしれないですね。はい、であとはですね、ヌードルからさらにですね、ふるさとうどん、まあ、うどんにもちょっと
こう進出してきているっていうところもありますんで、ここら辺はね、ヌードルとか、うどんっていうのはこっちではもう全然見ません、福岡北九州では。で、売ってても多分こう、なんていうんですかね、スーパーの大きいメガスーパーみたいな感じのやつですかね、そういうところにもしかしたら売ってるのかもしれませんね。ちょっと行った時に見てみたいと思います。はい、あとはね、さっきっていうかね、前にも出てます、前回にも出てました、パクチーマックスにさらにちょっとこう色を加えたパクチーレモンラーメン、はい、っていうのもありますとかね、あとかき揚げ味焼きそば、はい、こちらもね、かき揚げは、まあ、イメージできるんですけど、かき揚げのどの部分を取り上げているのかっていうのがね、ちょっと想像しづらいですよね。はい、で、あとはですね、ホルモン入り焼きそばっていうのもあります。で、ホルモン入りなんで、ホルモンが本当に入ってたのかどうかっていうのが僕的には気になりますね。ホルモン風じゃなくてホルモン入りですからね。で、まあ、乾燥したホルモンを入れてお湯で戻してっていうと、あ、まあできそうだなというのを感じるんで、まあ、こういうホルモン入り焼きそばっていうのもあります。はい、あとはですね、甘辛味噌味、あ、これホルモン入り焼きそばの甘辛味噌味ですね、なんですけど、あとはですね、ソース焼きそば金粉入り、豪華ですね。値段いくらだったんでしょうか。はい、味とかいうよりね、ちょっと値段がいくらだったのか。で、まあ多分レギュラーサイズで売ってるんで、まあレギュラーサイズからまあいくらかプラスされてたのかなとは思うんですが、まあこういうね、金粉入りとかいうのもありますし、あとは、中華風そのまま皿うどん焼きそばっていうのもあります。うん、難しいですねこれ。中華風そのまま皿うどん、中華風リンガーハットかな、イメージとしてはリンガーハットなのかなというのを感じます。はい、あとはですね、たぬき焼きそば、これたぬきそばとかたぬきうどんと多分一緒で、天かす、たぬきそばとかたぬきうどんというと天かすが入ったりするんですけど、天かす入り焼きそばなのかなと、はい、イメージします。あとはね、きつね焼きそば、これもたぬき焼きそばと一緒っすよね。きつねうどんとかきつねそばと一緒で、揚げ入りの焼きそば、まあこの2つシリーズで出てるんで、間違いなく多分たぬきうどん、たぬき、あ、きつねそばとかそこら辺とね、混ぜ合わせたような感じになっていると考えてます。はい、あとはですね、カレー南蛮焼きそばっていうのがありますね。はい、カレー南蛮。で、ちなみに皆さん南蛮って何を指して南蛮っていうか、ちょっとご存知の方いらっしゃいますかね。あ、知らないです。鴨南蛮とかもありますよね、ちなみに。そばとかうどんには。ああ、なるほど。はい、ちなみに南蛮っていうのはネギのことを指してます。へえ。カレー南蛮とか鴨南蛮とか、まあ、鴨肉にネギをこうかけてる状態のことを言います。でカレー南蛮だとカレーうどんだけだとカレーうどんなんですけど、そこにネギを添えることでカレー南蛮というふうになります。はい、なんで、こちらもね、カレー南蛮焼きそばってことなので、カレーにさらにカレー風味の焼きそばにさらに、まあ、ネギがこう乗ってるっていうか入ってるのかなと思います。はい、あと激辛焼きそば超大盛りギガマックス、はい、これね、最初の方でね、激辛焼きそばとかいろいろ出してましたけど、はい、超大盛りなんで、かなりの大きいサイズですよね。超大盛りギガマックスが2142カロリー、今4食分なんで、4食分の激辛焼きそばというふうになりますよね。なのでこれもね、一番最初にね、書いた激辛焼きそば超大盛りとか、まあ、超大盛り焼きそばハーフ&ハーフ激辛とかですね、はい、そこら辺に今類似した商品になっております。はい、あとはですね、ソース焼きそば超大盛りギガマックスマヨネーズマックスっていうのもありますね。これは多分マヨネーズが一緒に入ってたと思うんですけど、マヨネーズの量が、まあ、普通の一般的にね、他の焼きそばよりは多めに入れてたんじゃないのかなと、市場調査して、まあ、これぐらいが一般だろうってなったら、まあ、それの倍とかね、3倍ぐらい入れてたんじゃないのかなと考えてます。はい、あとはね、さっぱり系でいくとですね、青じそ焼きそばっていうのもありました。はい、でもこれも、まあ、味は想像しやすいですよね。青じそが入ってる焼きそばなんで、ちょっとまあ爽やか、あまりしつこくないような味だったのかなと考えてます。
はい、で、まあ、ここでね、ま、今日はちょっとババーっと行ってみたんですけど、まあ、まだね、あと4分の1ぐらいありますんで、やっぱり、はい、第4弾までちょっと引っ張ることになりますけど、あと1回だけなんで、はい、ぜひそちらの方もお付き合いください。はい、それではまた皆さん、第4弾でお会いしましょう。バイバイ。やっとるやからチャンネル。ご意見、ご要望はコメント欄まで。よろしくお願いします。チャンネル登録、いいねの兄弟もよろしく。